えば日本初の新婚旅行、坂本龍馬がやったというふうに言われてますが、これ小松立脇さんが日本初じゃないのというふうに最近では言われております。なぜかというと、小松立脇さんが残した日記にですね、奥さんの千佳さんという方と永能温泉、まあ、鹿児島にある温泉ですね、そこに行ったと記録されてるんですね。これが龍馬の新婚旅行の10年前なんですよ。で、あとは亀山社中っていうのをご存知でしょうか。これはですね、坂本龍馬が結成したと言われている土佐藩出身の浪士たちの組織なんですけども、何をしてたかというと、まあ、船を使って武器を貿易したりとかっていう会社だったんですけども、まあ、龍馬が中心人物ですというふうに言われてますが、実はこれを計画して結成したのは小松立脇さんなんですね。実像はこれ薩摩藩の組織なんですよ。ただいつの間にかですね、坂本龍馬が主人公の小説やドラマなどで龍馬が結成したというふうに描かれて定着してるんですね。というかですね、亀山社中、これ長崎にあった会社なんですけども、亀山社中が結成された時、坂本龍馬が長崎にいたという記録はないんですね。で、なんでこんな偉業を成し遂げた小松立脇さんが知られてないのかというと、早くに亡くなってしまったからかもしれません。大政奉還からわずか3年後に36歳という若さで病死してしまうんですね。ご存命であれば西郷隆盛とか大久保利通らを超える重要な人物なんですね。小松立脇さんのもう一つの歴史が分かってきました。誰かに話したくなる日本史、今回は評価が低すぎる日本史上の人物ということでお届けしました。歴史の面白さというのもまさにここにありまして、悪者と言われているこの人物、本当はどうだったのかなというので、いろいろ資料を調べてみて、あら、全然そんなことないじゃないとかね、あ、本当に悪いやつだったなとかね、いろんな答えにたどり着きますので、皆さんもぜひ、ね、調べて歴史を楽しんでみてください。今回はこの辺りでお別れです。歴史ナビゲーターの歴史くんでした。またあなたの歴史のどこかでお会いしましょう。7時55分になりました。大阪から関西のニュース気象交通情報です。岸田総理大臣はケニアへの出発に先立って記者団に対し、 G7 サミットの議論につなげていく点を念頭に置きながら、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性を強調し、率直な意見交換を行いたいと述べました。三井物産が今日発表した昨年度1年間のグループ全体の決算は、売上に当たる収益が14兆3064億円で、前の年度と比べて 21.7% 増えました。最終的な利益は1兆1306億円と、前の年度と比べて 23.6% 増えて過去最高となりました。総合商社の決算で最終的な利益が1兆円を超えるのは初めてです。天然ガスなどの資源価格が上昇したことや、円安の効果で海外ビジネスの利益が押し上げられたことが主な要因です。堀健一社長は記者会見で、新型コロナからの回復に伴う需要やサプライチェーンの乱れにグローバルに対応できた、基礎収益の面で着実に成長している手応えがあると述べました。一方、今年4月からの1年間の業績予想については、資源価格が落ち着くことなどを踏まえ、最終的な利益を8800億円と見込んでいます。このほか大手商社では、三菱商事も今年2月に公表した業績予想で、昨年度の最終的な利益が1兆1500億円になる見通しを示しています。この時間のニュース、横井がお伝えしました。時刻は8時5分になるところです。